毒への貪欲と妄想の危険性、9、確かに分析していただいて、いろいろと理解できましたが、目の前あのスーパーにいるときは、目が光って止まらなかったです。君のこのような状態がなければ、それら患者や死者が出ることはないでしょう。だから、あなたのような人がたくさんいるのです。永遠に覚えておいてほしいのは、 目の前にある生と死という大きな夢の中では、常にすべてが真実だと思っていますが、一旦目を覚ますと、そのどれもが現実ではないことがわかるということです。夢の中で海に落ちて溺れそうになり、最後の息で目を覚ますと、私は海に浸かっていない、私のベッドには一滴の水もない、 海全体が水という状態が消えていることに気づくのと同じですでもこれらのものは不実なものだと思わないと同じように夢の中ではそれが偽物だと思わないのです実際は本当に偽物で目が覚めれば気づくんです夢の中では本当に食べていたのですが目が覚めると 本当に食べたという満腹感もあります。それも、思いによってできたものでしょうかね、もともとはそうなのです。あなたという生き物自体は、5つの妄想より凝縮された、妄想そのものです。人は自分の妄想にとらわれていて、過去の妄想や現在の妄想、未来の妄想、単なる思いに過ぎず、夢に過ぎないのです。 身体それも妄想、私たちに強調していただいたことはすべてが虚毛だということですが、お釈迦様は体は硬い妄想だと言っています。これはちょっと破れない、影響を受けて染め付けられた妄想も、本当の硬い妄想だと、これは個人的に感じていることです。自分の感覚だとわかっていながら、それを信じてしまうのは、 やはり妄想ではないでしょうか。それで、自分の妄想と仏法を照らし合わせて、どちらが正しくてどちらが間違っているかを議論するなんて、それも無駄話をするのではありませんか妄想を信じてはいけない。妄想である以上、やはりそれに従うのか。仏様の言う通りにすればいいんだよ。それでいいのです。はい。 この夢は、猿がカリウドに捕まられたように、案外簡単だというのがポイントです。簡単なのは、猿が手放さないからです。必ず痛くて、やっと手放すことができて、そうでなければそれは手放すことができません。覚えてください。このものを手放さないのは、このものを離してはいけないことを知っているからです。 痛いとき、それは転移して、このとき、手に持っているものを覚えていないで、痛いことのみ覚えています。痛い、その神経は反射して、それは直接に引っ込んでしまったのです。それは手放したようですが、そうではなく、ただ、それはこのようなシフトされたそれであるということです。その心の塩がまだ残っていて、 見るたびにつかみに行ってしまうのです。いや、痛くなった瞬間に、それはなくなります。覚えておいてください。妄想自体はまだそこにあるかないかということができず、それは再び浮かび上がってくることができますが、その一瞬のそれは何かのものによって引き換えられたのです。 恩師を称えるし、著者、報復。恩師を際限なく称賛し、あなたは私たちに教えます。人は生きており、継続的なトレーニングと学習は非常に重要です。継続的なトレーニングがなければ、集団が発生し、再び学習すると、 接続できなくなるだけでなく、この期間中に、なぜなら、あなたはこれらの世俗的なものに影響を受けているからです。物事の影響で、あなたが再び勉強に行くとき、あなたは以前のものと接続できなくなり、接続できるようになると、煩悩、カルマ、周期がもう増えた。 恩師を再現なく称賛し、私の頑固な傲慢さをあなたが取り去って、私自分のアイデアを常に信頼できるとは限りません。恩師を再現なく称賛し、あなたは親切に次のように忠告します。他人を否定して、他人の問題を見つけることはできません。 見つけたすべての問題は、自分自身を永遠に困難させるでしょう。あなたがかつて否定したことの一つは、これらの点について、少なくともあなたの残りの人生では理解できず、改善することができません。もう一度理解したいと思っても、それは非常に難しく、 さらに退屈です。それどころか何かを称賛するときは、それを簡単に理解でき、相手よりもうまくやることさえできます。恩師を際限なく称賛し、あなたは私たちにマスターを模倣し、すべてを個人的に行うように導きます。恩師を際限なく称賛し、 あなたは、私たちに煩悩に注意するように注意を喚起します。あなたが少し不注意である限り、煩悩は拡大し始め、それが拡大する速度は予想外です。煩悩の妨害は恐ろしいもので、過去にこの原因があったとしても、結果はありません。恩師を際限なく称賛し、 時踊り時間に刺されて痛みが耐えられなかった時、私はあなたの立場からあなたを理解しようと努めました。感謝を申し上げます。恩師を際限なく称賛し、あなたはいつも私を助けてくれて、今でもはっきりと夢の中で見ることができます。私は毒蛇に追われ。 非常に恐れていたとき、あなたが駆けつけて蛇の穴を封印し、その苦痛から私を救ってくれました。あなたは私の恐怖の痛みを取り除き、心配する必要はありません。恩師を賛美し、恩師に感謝します。成功すると、先生の優しさがわかります。 私のような主張のために一生懸命働き、築き上げてきたすべてのことに心から感謝します。本の定義 仏教でいう、ドンの真の定義とは何ですかそれは無明です。無明によって欲張りするのです。例えば、できないことに欲を出す人は、自分ができないことを理解していなく、それでもやらなければならない、できると思い込んでしまうのです。それは、ドンというのです。覚えておいてください。 彼は自分ができないこと、理論的にも、実践的にも、何でもできないことが分かっておらず、彼は自分ができないことを知らないのに、まだやる、それは欲張りというのです。ですから、まず貪欲というのは、理論的に理解しているかどうか、実践的に理解しているかどうかなのです。第二に。 自分がするこの仕事の最終的な結果が幸福なのか、それとも苦しみなのかを知っていますか全部知っていて。うまくできるのであれば、それは欲張りではありません。知らないでやっているとしたら、それは欲張りというものです。私はわからないのにやりたい。得るべきかどうかわからないのに、まだ欲しい。 それはドンと呼ばれます。従って、まずドン欲の定義を明確にしてから、彼が今言ったこと、働くか働かないかについて考えます。するかしないか、それは貪るかどうかとは関係なく、まず欲の定義をはっきりさせなければならないのです。知らないくせに、むやみにやる。 それをドンと言います。ですから、ドンという言葉は無名に由来します。まず、自分が分かっていないことを知ることです。ちょうど一つのことに対するのように、理論上分かっていない、実践上分かっていない、生じる結果も分かっていない、結果が良いと思う、実践が簡単だと思う。 理論は必要ないと思うなどです人はみんな食べるのが好きだと同じように甘いものを食べると甘いだと思い私は甘いものが好きそれから食べるのが好き私は欲張りなんですここで何が問題なのでしょうか実践上あなたの体にどのような働きがあるかです本来 快適さを求め、口当たりを良くしたいと思いますが、本当に良くなるのか、それとも苦痛をもたらすのかわかりません。わからないのに、それでも欲しがる、それがドンというものです。このドンは、彼が何をするかどうかとは関係ありません。仏教のドンという言葉さえ知らないで、 それでもあえて仏教の鈍欲が何であるかを考えるのであれば、それは盲念による妄想であり、それは仏法を誹謗と呼ばれます。それは仏教が言うドンとはそういう意味ではないからです。もしドンという言葉の意味さえはっきりわかってえのに、それでもあえて定義して、あえて善とは何かと考えるのであれば、 それは考えすぎなのです。ブッダの目で見た世間シリーズセミナー第34 仏主種課長者雪業法差別教におけるグッタの知見、検知。第34回目尽くして行尽くせず。キーワード行法、名、今世来世。皆様、こんにちは。今週は、カルマと命の関係に基づいて、 いくつかの種類行員家法を見ていきます。お釈迦様はこうおっしゃいました。また、主情を死に至らしめる技があるが、その行は終わっていない。もし主情が地獄で死ねば、再び地獄に生まれ変わる。畜生やガキ、さらには人間、天アシュラも同様である。 これを命が終わっても、カルマが終わらないと名付けられる。他にも主張の命を終わらせるカルマがありますが、そのカルマはまだ終わっていないのです。どういう意味ですか例えば、主張が地獄で死んで、また地獄で生まれるとしたら、それはその人の命は終わったが、 カルマはまだ終わっていないということです。つまり、人の命は終わったが、カルマは残っているので、第二世の生命でもそのカルマを受け続けなければなりません。二世の生命でまだ受け尽くされておらず、このカルマがまだ残っているのであれば、 第三世はこのカルマを受け繋ぐことになるのです。どの程度まで受け続けますかカルマの果てまでに。これは地獄だけでなく、畜生堂、ガキ堂、人道、アシュラの道も全て同じです。これを命が尽くしたが、カルマが尽くされていないと呼ばれています。 例えば、私たちが今人間であるなら、今その技を追わなければならず、その被るべき行が終わる前に死んでしまいました。死んでも関係なく、次の世でも引き続き、受け続けることになります。多くの人は、もう死んでしまおう。私の人生はあまりにも辛すぎて、耐えられない。 と言います。死ねばいいと思っていますが、本当にそれを終わらせることができるのか。自ら命を滅ぼすことで地獄に落ちるかどうかはさておき、たとえ転生して人間であり続けるとしても、もし前世で苦労させた行が尽きていなければ、よし、この生命で引き続き受けて、 根性の時間をつなげて受け続けることになります。必ずカルマが受け尽くされなければならなく、そうすればカルマはなくなり、後で受けなくて済むのです。カルマがなくなれば、命があろうがなかろうが、その合法はなくなるのです。この原則は、 独道のどの道にいても同じです。また別の例としては、ある病気にかかって、その病気のカルマを受け尽くしておらずに死んでしまうと、次の人生でもまたその病気で苦しむことになるのです。必ずこのカルマが終わらせてから、そしてあなたは苦しむことはなくなるのです。 すると、みんなに、そんなのは、どうして耐えられるよと言われます。では、誰がやれとさせたのですかどうしてやった後間に合わずに食い改めなかったのですかどうして必ずそれを一つの苦い果実になったじゅうけるのですかそうすると、 みんな、忘れてた、と言うんです。あ、忘れた。あなたはカルマを忘れても、カルマはあなたを忘れることなく、彼は永遠にあなたを忘れないのです。あなたが受けて終わらせてから、初めて終わるのです。完全に綺麗に懺悔するか、苦しむかのどちらかです。 全ての主張は永遠に因縁と知恵、能力を円満不足し、因果を確信し、来世の苦い結末を恐れ、一つの悪も行わないように。ご清聴ありがとうございました。また次回までに。